小原国吉、小原国吉、小原国吉、1887年4月8日から1977年12月13日は、日本の教育学者、学校法人玉川学園の創立者、長野尾海軍大臣直属海軍、教育顧問なども務めた、日本キリスト教団のクリスチャン。また、小原は、日本だけでなく、朝鮮半島や満州、中国大陸、 そして、台湾などのアジアの各地を後半に歩き回って、新教育の重要性を解き、伝える役割を果たした。一時期アジサカ生を名乗った。1887年、鹿児島県川辺郡久市秋目、郷久村、川辺郡坊野津町久し年、南薩摩市坊野津町久しに生まれる。早くに母を亡くす。13歳で、通信技術養成所に入所し、 鹿児島大浜海底伝信所の義手となった。高額の年を抑えがたく、18歳で伝信所を辞めて、鹿児島県市範学校に入学し、興味のあったキリスト教を学ぶために訪ねた教会で、小学生の授業を頼まれたのをかけに毎週、教会に通うようになり、洗礼を受ける。父親の借金返済問題から、教理の祖父母家、味酒屋の養子となったことで、 1909年に広島高等師範学校英語科に進学することができた。同校卒業後、1913年に香川師範学校教諭となり、授業に独自の手法を取り入れた。1915年、29歳で京都帝国大学文学部哲学科に入学し、1918年に卒業を。卒業論文は宗教による 教育の救済で、現行用紙1500枚に及ぶ長大なものであった、後に開校し、教育の根本問題としの宗教として観光。兄弟時代には、後に、湘南学園設立のきっかけとなる、藤江ふ京都市当時期試験場所大上長、藤江長隆の未亡人で、兄弟生の面倒を、よく見た人物から多大な支援を受け、後に、 八日の味か家を出る際には借金返済の援助もしてもらった。大学卒業後、広島高等師範付属小学校教諭、理事、教務主任に相当となる。1919年、沢柳正太郎が成城学園を創設するにあたり、長田新の推挙で成城小学校主事、訓導として赴任。1921年には、 八大教育市長講演会において、全人教育の理念を唱える。九百二十六年、成城高等学校、七年生校長となる、駅、成城学園前駅を招致して、宅地開発を行いその利益で学校を建設する、方法で、成城学園を拡大した。ちなみに、現在の成城学園を発展させるにあたって、小原は、本間俊平に助言を求めており、 本間のアドバイスと支援によって、計画は形作られていった。その手法を応用し、玉川学園前駅、1929年に自ら玉川学園を創設した。しかし、結局、並行して二つの学校の指導をすることは立ち行かず、教師や保護者を巻き込んだ、成城事件が勃発した。そのため、成城学園から身を引き、玉川学園での教育に専念する。 後の和光学園になる和光小学校も、やはり、正常事件に絡んで、正常学園から離れた、教師、保護者が創立したものである。玉川学園は、その後、幼稚園、小学部、中学部、高等部、大学、大学院を揃えた、大規模な総合学園に成長した。玉川大学の初大学長は、元東京文理科大学、現、 筑波大学教授の田中寛一、第二代は京都帝国大学での小原の恩師、畑野誠一で、小原は三代目学長である。小原が玉川学園を新たに創立するに至った背景には、成城学園が発展するに従い、他の学校と同様にだんだんと定大などへ入学するための予備校となっていたことに不満を抱いていたとされる。ある時、 兄弟時代に世話になった恩師の小西重奈を、旗の聖一、西田喜太郎を招いたとき、小原は夢の学校論を唱え、新教育の総本山を築くことを訴えた。1933年には、兄弟時代からの恩人、藤江夫妻より、孫のための学校を作ってほしいとの依頼があり、湘南学園を創立した。小原は、摩川学園を創立すると同時に、 最高学府である大学の創立に向け準備を整え、1942年、昭和17年に、皇族の東国の宮俊彦を、長野治見元水海軍大将、小西茂奈博士らと共に、玉川学園内に、京工業大学を創立することに成功した、1942年、創立。現、千葉工業大学。大学は、玉川学園と文部省。 今の文部科学省の協力の元半官半民大学として創立され、国家数量を担う人材の養成を行うための拠点として整備される一方で、小原が唱えた全人教育等の教育理念が見学の精神として取り入れられるなど奇抜な学風の大学として誕生した。現在、この大学は理工系のみの大学でありながら、学生総数約1万人の大学にまで、 成長している。また、時の海軍大臣、長野治美に壊れて、日本海軍の教育改革に協力した際、海軍の伝統となっていた、ハンモックナンバーによる昇進や、役職任命制度を廃止し、能力主義によるものへと改めるように助言したが、長野海軍大臣が、本格的に改革に乗り出す前に辞任してしまい、実現しなかった。国家を作るのは人であり、 国家の存亡にとって教育が一番大切だと考えていた大原は陸軍には参謀本部、海軍には軍令部、司法には大審院などの最高機関があるように国家を形成する人を作る目の最高機関として教育本部の設置が望ましいと考えていた。日本の教育立国建設を実現するために玉川学園と工和工業大学の創立に尽力した。 軍部をはじめとするエリート主義で成り立つ階層主義の人々からの圧力もあったが、皇族の東国の宮都市飛行を筆頭に、大日本帝国海軍では歴代の海軍兵学校校長経験者をはじめ、長野治見玄水海軍大将や宝部氷海軍大将、山梨勝之進海軍大将などが、大日本帝国陸軍では、菱し隆高陸軍大将や土井原賢治、 陸軍大将などが、小原の考えに共感し、支援していた。太平洋戦争の敗北については、教育者を礼遇し、試験と点数と、詰め込み防安期と、肩書きと出世とのみ重視した、日本の教育が、自由と大胆と、創造と真摯と、プロジェクトと、個性尊重とを大事にした、アメリカの教育に全く負けたと、明治以来の教育政策。 人づくりの問題が敗戦に至った原因であると回想している。また、日本が敗戦に至ったのは、日本人、特に政治家などの国家数要を担う人たちに、総美礼のような信頼できる外国の友達がいなかったためだとし、積極的に外国の友達を作るべきだと説いた。小原は生前、自らを玉川の親父と称し、教団で死にたいとよく話していたが、 1977年12月に90歳で、亡くなる数ヶ月前まで点滴を受けながら、大講義室の壇上で熱弁を振るい、まさに教育に捧げた一生であった。妻は、小原信。ちなみに、南日本新聞社編、教育と、我が生涯、玉川大学出版部という自らの人物伝に、後書きを寄せているが、その中で、薩摩っ子の地が騒いで、 つい妻の心に茶碗を投げつけることもあると告白している。幼い時に養子に出され、アジサカ生を名乗っていた時期もある。この小原哲郎、孫の小原義明は、玉川学園長。また養子に、江南女子大学学長を務めたアジサカを、養子となった後、国吉の娘と結婚し、国吉に代わりアジサカ家を相続したがいる。二夫の子で、 孫にあたる安治坂マコは、関西大学名誉教授。全人教育論をはじめとする膨大な量の著作は、小原国義全集、全48巻にまとめられている。小原の教え子の中には、右翼政治活動家で、浅沼稲次郎暗殺事件を起こした山口乙也がいた。山口は、玉川学園の高等部を出て、浅沼稲次郎事件を起こした際は、 大東文化大学の長高生となっていた。この時、玉川学園の小原国義は、事件発生後も、山口を自分の大切な生徒とみなし、少しも変わらぬ態度で接したとされる、出典、沢木幸太郎、テロルの決算、P302 文春文庫、1978より、一方、当時、山口が所属していた大東文化大学では、この事件が起きた後、 世間の批判を恐れ、大東文化大学は、新聞史上に、社会党委員長、浅沼イ次郎氏視察の口に矢は、本大学、学生委員と自称しておりますが、同人は本大学の学生ではありませんので、ここに通告いたしますと、休国を出したり、ニ矢の在籍を否定するなど、両者の教育信条の違いから対応に差が出たと、される、出典文芸春秋第56巻。 第3から5号、1978年。小原国義と沢柳正太郎は、明治、大正、昭和と教育政策、教育活動に携わる過程で、様々な問題に遭遇し、本当の教育とは何か、本当の学校教育とは何か、を長年にわたって模索し、追求していた。明治からの日本は、 基本的に欧米をはじめとする西欧列強文明の模倣が中心であり、当時の明治政府主導のもと欧米列強に追いつくことをスローガンに、欧米の思想、哲学や技術、制度、風習、そしてそれらを達成するための教育システム、教育哲学や教育制度が輸入され、欧米に軽んじられない国を目指して、近代日本の枠組みが整備されていった。そのため、 日本ではオランダ、慶應義塾大学等や、ドイツやフランス、陸軍士官学校、東京帝国大学等、イギリス、海軍兵学校、早稲田大学等などの西欧の伝統的な教育思想に習った教育機関、学校を多く作られた。この時、江戸時代までの日本的、東洋的な教育哲学や思想、教育システムが廃され、新しく、欧米流の教育哲学、 思想に基づく教育システム、教育方法が導入されていった。この明治の西洋式の教育システムの導入によって、専門的な知識のみを施す教育や学生生徒の人格や個性を考慮せず、一律のテストの優劣のみによって人物を評価る手法が一般化し、様々な問題が生じた。一般的に、江戸時代までの日本の教育は、日本的。 東洋的な精神を持ったリーダーを作ること、山と魂を持った調和ある人格形成が基本だったが、明治までの教育は、西欧の進んだ専門的な知識や技術を持った、専門家のみを作る教育が中心であり、リーダー、指導者的な資質イコール人格や、精神などの人間性教育は、個人の人意に委ねられ、特に顧みられることはなかった。そのため、その後、 指導者層の人格的なトラブルが起きたり、派閥争いやセクショナリズムが形成されてしまったり、昭和の時代に問題化している。さらに、小原らは、明治昭和にかけて、教育政策や教育現場の実情を観察し、特にこのテスト制度の出現により、西洋式の教育システムによって排出されている、人の人心やリーダー的素質、ヤマト魂に代表される、 古来の日本でも見られたバランスの取れた調和ある人格が劣化してしまったことを問題として挙げている。この教育のテストシステムによる弊害の歴史は、西欧文明だけでなく、古くから中華文明でも見られた。そして、小原らは、強大な力を持っていた、新国、中国が荒廃し、欧米列強の植民地になった理由の一つとして、過去制度の行き過ぎにより、 人材と人心が劣化してしまったことを指摘している。特に長年行われてきた過挙と呼ばれるテストシステムによって暗記変調に陥りすぎ、記憶力だけが良い人材ばかりが投用されてしまい、物事を判断したり、対処するときに必要になってくる創造性など、問題解決のための能力が低下し、国の中央が硬直化してしまっていた上、テスト市場主義の蔓延による、 競争原理によって、真、善、美、性を有する調和ある人格が失われカンニングをしてでも良い点を取ろうと知り、人を受け落とそうとする心が芽生えたりして人材、そのものの質が低下し、保身や不正などをする役人が増え、腐敗政治が蔓延したため、荒廃したと指摘しているほか、個性を無視した、こうした一律的な能力比較による教育は、怠惰や、いじめ、不平不満などを生み、 人の心、人心が歪んでしまう危険性があり、社会にとって害悪であることも指摘している。ちなみに、井戸川達造陸軍中将なども、中国や朝鮮に関するレポートを書いているが、小原と似たような見解をしており、日本もそうなってはならないと警鐘を鳴らしていた。さらに海軍関係者を中心に行われた、海軍反省会の中でも、当時の海軍兵学校の教育の問題が、 取り上げられており、学生時代のテストの点が出世に影響したため、テスト対策のための学習が中心だったという。しかも、成績優秀者の多くは自慢の記憶力を屈指し、テスト前夜に人を付けをして良い点を取って、出世していたという事実やテストの点が、優秀イコール優秀人物に育つとは限らない事実、勉強法がテスト対策のための山張りのため、 テストが終わるとほとんど忘れてしまい、身にならなかったことなどの体験談が挙げられ、本当にあの教育のやり方で良かったのかと疑問として語られている上、同じく海軍反省会によると、太平洋戦争での日本軍の兵教育の問題が語られており、戦前の日本軍の兵教育は、教科書の丸暗記を基本とする教育が中心であったため、日本軍の行動は、 アメリカ軍に簡単に予測されてしまったという。しかも、日本軍の指揮官には創造性や個性がなく、いつも教科書通りの型にはまった戦法を繰り返すことが多く、アメリカ軍のように一度失敗した戦法でも見直して、対策を練ることはせず、日本軍は何度も同じことを繰り返し犠牲を増やしたとされる。小原は、長年にわたって、 教育活動に携わってくる中での経験から国家を導く人材を育てるためには創造教育が大切だと考え、江戸時代までの教育に見られたような個性を尊重する教育、機械的に全の学生を一律に教育するやり方ではなく、学生を一人、数とのことを考えた教育の価値を見直し、欧米で新しく試みられるようになっていた新教育思想など、 欧米の良い価値観も取り入れ、全人教育という教育理念を創始した。この全人教育を柱に、日本第一、世界第一の教育をする拠点を作ることで、日本文化、そして世界文化、世界平和の創生を図ろうと生涯を通じて、教育に人生を捧げた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。